今1ラウンド終えて次のラウンドに向けて買い物中です。水をね買って、ここね地元のショッピングセンターというか、マーケットなんですけど、マーケット、スーパーマーケット、地元のね、スーパーマーケットなんですけど、ちょっとこじんまりして可愛いな。今日のお昼ご飯はケバブです。ちょっとねこのケバブを食べて、次のラウンドに備えたいと思います。で、ね、僕ケバブ食べる久しぶりなんですよ、なんだかんだ言って。ニュージーランドのケバブはねどんな味なのかいただきたいと思います。うん、うまっ。ニュージーランドも美味しい。ニュージーランドもなものではないけど、そうやな。いや本当に美味しいですね、うん、やっぱケバブいいな。やっぱケバブは日本よりもこの海外の方が美味しい気がする。まあ、これでも話がちょっと8月は違うと思う。うん、うん、美味しいです。ここはい、ということで、2ラウンド目もラグラにやってきてます。もうちょっとね日が沈んできてるんですけど、見てください、めちゃめちゃ綺麗。これもう日ね、あともう何十分から沈んじゃうんですけど、この日沈むのを見ながら夕日セッションをしていこうと思います。サイズもねちょっとさっきよりもだいぶ下がっちゃって、メローな雰囲気になっちゃったんですけど、まあでもね十分まだまだ稲見来てるので、綺麗な映像をお届けできるんじゃないかと思うので、皆さんぜひお楽しみに。それでは行ってきます。
ドに来たんですか？ラグランからインドに来たんですか？ここはすごい、今ね、ラグラン通社室を置いて夜ご飯を食べに来てるんですけど、ラグランラグランラソイっていうインド料理屋さんに来てるんですけど、いや癖がすごい音楽がなんかほんまにほんまに来たみたいな感じになってますよ。まあ、せやな。今日ちょっと癖強いみたいな。強調結構強い。なんかちょっとな、踊りたくなってくる。いい、踊ってください、踊ってください。いや、で、カレー食べが始まる。どうでしたか、夕方。夕方はもうかなり内臓下がったね。そうやね。私はミッドレングス入って、結構楽しかった。あのミッドレングス、めっちゃテイクオーが早そうやん。めっちゃ楽しかった。めっちゃ乗ってたやん。しかもめっちゃ動くし、コントロールもできるし。いやーなー、だって俺が一本、それこそ前のチャレンジしながら一本言っていいよって言ってた、やっぱりね。でも、マンゴーラッシュが来ました。マンゴーラッシュがね、じゃあカンパイ、マンゴーラッシュでカンパイ。美味しい。めっちゃマンゴー。太いけど。ああ、美味しい。まあね、とりあえずね、ちょっとお腹空いたんで、先ご飯食べます。今頼んだのがバター、チキンですね。まあ、インド料理屋さん来たらね、やっぱまあバターチキンですよ。ということで、ね、ちょっといただいてみたいと思います。めっちゃいいね。美味しい。あ、これやったらもうちょっと辛くてもよかったね。もしかしたら。私はこれですね。結構甘めやから。いただきます。めっちゃ美味しい。めっちゃ量多い。ほんまにめっちゃ量多い。量多いな、うん。でもめっちゃ美味しいですここ。ここね結構ね店主いかついんですけど、めちゃめちゃ味美味しいんで、皆さんラグナーとかぜひここ行ってみてください。何のすすめですか。何のあれやねん。もうちょっと食レポした方がいいか。これ無線でいいんじゃない別に。オッケー、ありがとう。はい、夜ご飯を終えて僕たちが泊まってるアコモデーションに帰ってきました。ですね、ここすごいんですよ。なんかバスみたいなを改造してベッドがね、2段ベッドがあって、ほんでもう一個ダブルベッドか、クイーンベッドサイズのやつが向こうの部屋にもあってみたいな感じで、ほんとすごいんですけど、ちょっともう今夜なので、また部屋のルームツアーはまた次の日に、しようと思います。いやー、もう今日は、ね、2ラウンドがっつりやって、もうかなりヘトヘトなので、今日はここで、出たいと思います。明日の予定なんですけど、明日も、ラグランで1日、サーフィンができそうなので、またがっつりサーフィンしていきたいと思います。今回も最後まで、見ていただきありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。それでは、この動画が良かったと思った方はぜひ、高評価と、チャンネル登録の方もして応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは、See ya! バイ。